第1章第1節タリバンがアフガニスタンを再び制圧。アフガニスタンの悲劇はアメリカのせい。破本当か？2021年8月15日、くしくも日本の終戦記念日にイスラム過激派テロ組織タリバンがアフガニスタンにおける終戦を宣言しました。この日、タリバンは首都カブールを制圧。2001年にアフガニスタンに侵攻し、20年間にわたり駐留を続けてきた米軍との戦いに勝利し、再びアフガニスタンを実効支配するに至ったからです。